昨日からちょっとワンポイントアドバイスの動画を、配信してほしいっていうか、こんなのあるといいなっていうのを事務生の子から聞いたんで、恒例のちょっと2回目をやってみたいと思います。今日は、ワンツーフック、なんでもないミットで打つワンツーフックとワンツーフックストレートについてちょっと、打ち方を、説明したいと思います。じゃあワンツー、ジャブワンツー、今回普通に、で今このジャブワンツーフックをジャブワンツージャブワンツーと打ってるけど、本当は思いっきり打ち込むためにはこのフックを打つ前のこのジャブワンツーを打ち抜いてから打つ。だからジャブワンツーでこっちがもうちょっとワンテンポ押すと。だから実際はフックを どこをメインに打つか、ワンツーフック、ワンツーワンツーフック、ワンツーの場合は、その後のワンツーを当てるっていうイメージのコンビネーションの流れなんだけど、実際はフックを強く打つ練習を、だから右のストレートを打ち抜いちゃった方が次のフックが強く打てる。だからまあどこをメインに置くかっていうのでミットの打ち方でも変わってくるんですけど、このジャブワンツーフックの場合はフックを強く打つような打ち方をした方がいい。だから例えば今だったらジャブワンツーフックだけだったらいいわね。このワンツー、ジャブワンツー、ワンツーフックいいわね。おい、ちゃんとやるぞ。はい。ワンツーフックストレートもやってみよう。ワンツーフックストレート、これをフックをしっかり押し入れて打つ。でこの場合例えば、リズムゆっくりでいいよね。ワンツーフックストレートで例えば、右のストレートで倒すっていうイメージの場合、右のストレート倒すね。しっかり 右をしっかり入れた。今の場合は右をズドンと打ち込んでるんだけど、今度フックを引っ掛けてから右をポンと打つっていう感じ。っていう感じ。例えばこれがワンツーアッパーに変えた場合、っていうようにだんだんこう強弱をつけていくと。いうようなイメージでやっていくと、ミット打ちもいいことがあると思います。一回ちょっとやってみて。ワンツーフック、ワンツーフック、ワンツーフックね、フックを強く。そう、右をストレート打ったときに、今の右をストレート打ったときに、ぐわーっと左引き上げを引くような感じで。この時にフックもっと振り、バーンバーンって振り、
そうそうそう。この場合、フックを、あの今、パンパン、ここで終わっちゃったけど、あれね、あの、引くような感じ、フックは。バーン、ここから、こうじゃなくて、こう、引くだろ。はい。こう、パーン、ここから、引く。こっちへ引く、戻す。で、打つと、また自分の胸を戻す。打つと、前じゃなくて引く。引くんだ。で、まあ、そう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 。うん。こう、こう戻す。こう戻す。うん、強く。右ほど強く打つ。ワンツーアッパーストレート、ワンツーフックストレート、そうそう、フックにインパクトを、そう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 、リースも全部いっちゃう、ワンツーアッパーストレート、はい、OK。 なので、まあ、最初は形だけどうしてもフォームを気にして打っていくんですが、だんだんこうやっていくうちに、選手とかだったらどこにインパクトを与えるのか、どのパンチで倒すのかとか、どのパンチで引っ掛けて最後フォローで倒すっていうようなイメージに、ここで効かせてから倒すとか、そういうことをイメージして、実践をイメージして打つとレベルアップしていく。いくと思うんで、まあ、こんな打ち方も参考にしてください。ではまた第3回、ありがとうございました。